スリート応援番組アスリート 始まるよ。イエーイ。めた恋は今でも忘れないよ。涙が溢れ出し心焦がした、あの瞬間街では何気ない時が刻まれて、噂のあいつのこと、夏の終わりに空を見上げるとやけに青すぎる。そんな時には奴はいないよ。このまま。どうもこんにちは。時刻は15時を参りました。8月の10日水曜日、シーウェーブアスリート応援番組アスラジ。ごめんなさい、今日、ごめんなさい、8月の17日水曜日、すいません、失礼しました。8月の17日水曜日、シーウェーブアスリート応援番組、せーの、アスラジ。番組のパーソナリティを務めさせていただきます、しーちゃんこと栗原翔です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして、アシスタントのゆきこと石川幸寛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何もなかったですよ。いや、何もなかったですね、はい、今日も順調にアスラジ始まりました。はい。音声のね、機材がね、ちょっとね、なんかマイクでちょっと変換機能が、あ、そうですね、ちょっと編集されてると思うから、うん、変な感じになっちゃったので、どうも申し訳ございません、すいませんでした。ちょっとね、なんか混乱しちゃった、なんかそうね、いつもとの違いに、ね、あれってなっちゃった。すごい高低差もありますね。高低差、そうそう、なんかいつもとね違う、あっち見ちゃうんですよね。あっち見ちゃう、ね、はい、ついついね、近いね、今日は近いですね。だいぶ、いやー、はい、ね、台風一過でだいぶとっても暑いんですけど、いや暑いけどそんなにかな、あれ私そこまでひどくないですよ。家にいる頃から汗が止まらない。家はうちペットがいるので、はい、冷房ずっとかかってるのはむしろ寒かったので一回止めました。あ、リビングが壊れてまして、あ、エアコンがリビングが壊れて、リビング壊れて、エアコンがもう結構古くなってて壊れてまして、そろそろ買い直さなきゃきついよねって家族で話し合ってる段階。夏を乗り切れるのかユッキーは。大丈夫なのかな。大丈夫かな。自分の部屋に避難すればね、はい、でも一番自分の部屋が日当たりが良いので、あ、光合成ができますね。もう起きたら今日タイマーでやっちゃって、タイマーつけて寝ちゃって、エアコンに、起きたらやっぱ消えてるわけじゃないですか。あー、タイマーで、もう密室に密室に起きた瞬間、あー、これで亡くなる方いるんだって思うと、そんなに熱って思って、その頃からもここら辺はびっしょりでした。マジっすか、はい、でも今日道行くサラリーマンの方が、普通、はい、背中とか結構シャツ濡れちゃうじゃないですか、はい、汗で、はい、普通ここら辺が残ってる、はい、濡れてるでしょ、はい、ここだけ残ったあと全部濡れてって、3度見ぐらいしたと大丈夫かなと思って、外回りとかやっぱね、ハードでしょうか。変なとこ通ったんじゃないですか。やめてもらっていいですか。傘さしてたんじゃ。あー、ちょっと汗じゃない、雨でここだけ濡れてたと思う。あ、そういうことなの、そういうことにしときましょうか、はい、はい、というわけで昨日はすごかったですね。昨日雨、昨日すごかった。そう、雨すごかった、うん、ね、皆さん大丈夫でしたか。そう、車運転しまして楽しかったですよ。楽しかったんだ、雨ザーッ。そうですよね。で、止まったからは何でしたっけ、あー、でこない、あ、ワイパー、あー、ワイパーをこうやめ、もうオフにしてスーッとしてたら急にもう一回バーッの繰り返し、すごかったですね。なんか風もね、もう傘さしてたんですけど、もう傘の意味なんてないし、はい、うん、もうなんだろう、歩けないんですよ、風強すぎ、うん、みたいな。
感じで無様になってます。しかも昨日私ハットかぶってたので、はい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 、ハットがもう飛ぶと思って、ハットを押さえながら傘をこうやって持ってもプルプルしながら歩いてましたね。ある意味かっこいいですね。が逆にねはい、というわけで、はい、はい本日のアスリート応援番組アスラジは、8月の5日から開催されているスポーツの祭典リオデジャネイロオリンピックの結果と今後の日程を踏まえてお伝えしていこうと思いますので、50分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、また番組では、オリンピック競技や番組への質問応援メッセージを受け付けております。はい、メッセージはこちらのアドレスから受け付けております。 senju@cwave.jp senju@cwave.jp となっております。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。お待ちしております。はい、あの今揺れませんでした？気のせいかな。地震ですか？気のせいかな。今私揺れたかと思ってなんか一回固まっちゃいました。僕がくださいって言ったから揺れたんじゃないですか？違います。本当に？あの50分間最後までお付き合いよろしくお願いいたしますの下りあたりで揺れました？揺れませんでした？気のせいか。はい、というわけで確かにですか？あー、座りくらみかな。座りくらりはい、というわけで曲に行きたいと思います。はい、サンパチナグリーズで色入り。
先のこうときにおけすまずくるの細部に土壌によりきょんなおならならなまのぞちょちょがめおちゃらちゃらちょちゃらちゃらちゃらちょあおちゃきせんでおちゃらちゃらちょ来るわ来るわ何が来る荒野の山のおこけらこそたぬきひゃあぴきはしゃくせんてんのキャパイボーハッピャンポンブグバグブグバグリブグバグアワスティブグムブグバグきくくりきくくりみきくりあわせきくりふきくくり麦ごみ麦ごみみ麦ごみ合わせて麦ごみごまごまがらかあれこそほんのまごまがらガラピーガラピーかざぐるまあいあいあいおきゃごしおきゃごしめもごめしばとこしたたんぽたんぽちがちがつたんぽたんぽたんぽちょうだこおしゃにてくわ煮ても焼いても食われぬものはあいあいおとくていきゅうかのくまどしんしくまりしむとろかまたるきすなけのどうじょうのはしょうもにおいばれどじがうでぐりごごつかねまちゃるかのらいごのしてもたさらつふなけんかんしいたけさんでめでこだなそばきそめんどうかどくどんなごしんぼっちサンパチナグリーズでウィロウィでした。ウィロウリ。ウリ。ウィロウリでした。ウィロウリでした。ちょっとね、言いにくかったですね。すいません。はい、改めまして、はい、本日のアスリート応援番組、はい、アスラジは、8月の5日から開催されております、リオデジャネイロオリンピック特集第4弾をユッキーとともに2人でお届けしております。はい、さあ、リオオリンピック早くも金メダルも出て、結構 ね、 そうですね、選手よりどんどん、はい、増えておりますので、ここまでの結果をお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあまず卓球からいっちゃってもいいですか。あ、そうですね、はい、15歳の伊藤美和選手が卓球史上最年少のメダリストになりました。今噛みました、すみません。はい、16日に行われた卓球女子団体3位決定戦で銅メダルを獲得した日本代表チームの伊藤美和選手が、15歳300日の若さで、オリンピックし卓球史上最年少のメダリストとなりました。はい、15歳って言うと中3か高校生になる年代、高校1年生が誕生日迎えたら16歳、で300日だから高校1年生じゃないですか、伊藤選手。高校1年生になる、はい、今年なったんですかね、はい、じゃあ、で、そうなんだ。これまでの最年少記録はアテネオリンピックの女子ダブルスで銅メダルを獲得した中国のグオユエ選手の16歳1ヶ月3日、うん、おー、いやそれでも十分ですね。はい、同い年ぐらいじゃないですか。はい、伊藤選手はこの日福原愛、石川佳純と共に臨んだシンガポール戦で2勝を挙げ銅メダル獲得に貢献、試合後は率直な気持ちですごい嬉しいと語った一方で、先輩方のおかげで勝てたと思うし、私だけの勝ちではないので応援してくださった方も含めて全員で取ったメダルじゃないかと思いますと謙遜、家族や応援してくれた人々にメダルを見せるのが楽しみだと語りました。かっこいい。かっこいいですね。15歳でそんなこと言えるんだ、はいはい、スポーツマンってやっぱ違いますね。すごいですね。なんか年齢関係なしにこう打ち込んでる人ってやっぱりすごいかっこいいですよね、うん、考え方とかが
やっぱ違いますね。本当にかっこいい。なんだろう、自分じゃ思い得ない発想っていうか、考えをお持ち。そう、なんかこの年になったからとか、こういうことを今してるから思えることっていうのが私としてはすごいあるから、15歳でそんな考え方絶対できなかったもん。もう15歳なんて、15歳、高1何してました？学校行きたくないなとか学校は嫌いじゃなかったけど、授業めんどくさいなとか、友達と学校早く終わんないかなとかじゃないですか。でも学校サボったはないんですよね。はい、ちゃんと行きましたよ。いいと思います。もう朝から憂鬱だなって言って行って、終わってからみんなでイエーイで遊びに行ったりとか高校生らしい高校生だったんですね。でしたね。普通でしたね。私はどうでした？めっちゃバイトしてましたね。めっちゃバイトしました。なんか平日が、はい、うちんち門限厳しかったからバイトできないから、はいはいはい、土日マックスバイトしてたから、はいはい、もう休みとかないですね。だからもう学校週5日行って、週5日行って土日バイトマックスして、ね、で学校行ってバイトしてたまにバイトを休んで、まあ、ちょっと友達と遊ぶぐらい。そんな、でもそれでもね、バイトして高校生の間にバイトでなんか得られる経験とかあるじゃないですか。かなりありますね、はい、私は多少しごかれたのでよかったなと。バイトしてないことをしてきた高校生はやっぱ結構な差が、うん、そう。でも、ね、あの部活でね、ほら、はい、運動部とかできない人もいっぱいいるから、部活にそこまで打ち込むっていうのも素晴らしいことですね、まあ、両方ね、やっぱ、うん、何かに打ち込むこととね、ね、素敵なことですよ。稼ぐっていうこともやっぱすごい大変なことだって大人になってから知りましたね。なかなか ね、こう500円の価値が分かるまでに時間がかかりますよね。1万円を稼ぐのにすごく大変だっていう。普通のバイトだったらまあ丸1日はかかりますからね、はい、を平気で孫とかにあげちゃうおじいちゃんおばあちゃんはすごいって、本当に大人になって知りました。いや本当そうですよね、でそれがこう分かるようになってよかったですよね。何の話をしてるんだと、ね、オリンピックですよオリンピックですよ、はい、じゃあ私行きますね、はい、高松組4強入りでメダル王手、すべて出し切る、はい、リオ五輪バドミントン女子ダブルス準々決勝が15日に行われ、高橋玲香松本美咲組がマレーシアペアに勝利し4強入りしました。中盤は手こずる場面もあったんですけれども、勝利をつかみ、松友は最後に押され、負けなかったのは自分たちが成長した部分と手応えを口にしました。これまで高松ペアの対戦相手は格下、世界ランキング1位の最強ペアは次からは同じくらいのレベルの相手とし、高橋は全て出し切るつもりでいきたいと意気込んでおります。金メダルまであと2勝。16日の準決勝は韓国のエスペアと対決します。はい、昨日ですね。昨日ですか、バドミントン、はい、そうですね。私の情報が古かったすみませんでした。バドミントンもね、シングルスとダブルスと最近思うんですけど、そういう競技を今までこうなんだろうやったことがないからわからないんですけど、シングルスとダブルスがあるわけじゃないですか、ルール上、はい、シングルスとの人は組まないのかなって。あ、逆になんかその一人でやった方が強い人もいるし、はい、うまくチームワークを組める人もいるから、なんかやっぱそういうのはあるんじゃないですか。錦織選手とかがダブルスを組んだりはしないのかなとか、うん、確かに。でもなんか勝手なイメージですけど、組むより一人で戦った方が強そうな印象はありますね。勝手な印象ですが、ねえ、野球は9人いなくちゃいけないルールだからわからないけど、そうですよね。テニスみたいに、まあ、1人でも戦える、2人いても戦えるっていうのを見てるとどうなんだろうなっていうのはあるんですよね。確かに、うん、いやでもなんかあのちょっと運動系をやってる方とこの間、はい、オリンピックの話をちょっといろいろしてる時に、はい、こうスポーツだけじゃなく、
この例えばアスラジも、はい、アスラジをちょこちょこ見てくださってる方なんですけど、はい、アスラジもチームアスラジだろっていうことを言われまして、確かにってすごい思ったんですよ、はい、チームアスラジとしてね、はい、チームワークを大切にしていきたいなと私は思いました。なんで笑うんですか？何の話これも何の話ってなっちゃう。チームワークでパッと思い出しました。そう、チームワーク大事ですね。チームワーク大事だなと、ね、2人の時もあればみんな揃う時もあれば、そうです ね、 ねえ頑張らなきゃ。でもみんな帰ってこれるように、一人じゃやっぱ一人ではねできないですから。きつかったね。きつかったですよ。はい、半年前ぐらいのを見てくださった方は分かると思います。私も30分ぐらい一人でやってた時結構しんどかったですもん。ありましたね、ありましたね。最近でしたね。最近ですね。昨日も、あ、もうごめんなさい、思いっきり脱線しますね。はい。好きなラジオ番組を聞いたんですよ。はい。いつも2人でやってるんですね、その週は。はい。曜日か、曜日は。はい。たまたま台風とかの影響とかお盆の関係で、相方のもうメインパーソナリティの方が遅れてしまったんですね。で、一緒にやってる人はディレクターの方なんですよ、うん、もうすごいテンパってました。まあテンパりますよね。もう面白かったのが50前のおっさんがこんなにテンパるとは思わなかったぜはははって自分で言っててすごい、なんだろう、ベテランでもやっぱダメなんだっていうのはずっと、そういうそうこういうことのところに立つ人じゃないからあれなのかなと思ったんですけど、うん、やっぱね難しいんですね。まあそうですよね。でもなかなかこう今までずっと誰かとやって急に一人でパッとやるっていうのが、で本職はディレクターの方だから、うん、裏方さんの方だから、ね、いつもメインの人が喋るのをうまくね、そう流れを作る側だったのが、で俺がやらなきゃってなる、ね、他の曜日の担当の人に電話をするとか、うんうんうん、すごい面白かったです。それはそれでそういうハプニングを面白く変えれるのは素敵な、はい、そういうところがすごいなって、プロですよね。そこもチームなんだなと思いました、うん、あの曜日のあの人が頑張ってるんだって俺なんとかしやんなきゃみたいなことでメールとか電話をしていたので、うんうんうん、私もちょっとじゃあもしまた次一人になる機会があったら、はい、いろんな人に電話かけますね。電話やったことないな。あでもスカイプで中継はやったことありますよ。あ電話面白そう、うん、誰に電話しよう。ちょっとなんかキャスやりながらやっても面白いかなっていうのはちょっと私は思ってました、ね、キャスをそのまま流しちゃうとかね、いいのかな、わかんないけど、うん、いいかわかんないかやってないですけど、はいはい、で絶対なんか結構みんなリアルタイムに質問とか投げてくれるから、最近出れない水木さんが今舞台やってるじゃないですか、はい、その稽古中のね、確かに、いやなんか私も本当は行くつもりだったのが、はい、ちょっと日程的に厳しそう。 でもチケット千秋楽もう完売って言ってましたよ。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。またね、8月までですもんね。来月になればまたお時間あってようかな、うん、人気出て、あら悲しくなっちゃう。まとまってます。いいことです。いいことですよ、それは、はい、話すみません、はい、脱線戻しましょう。脱線を行きさせたので戻します。さっき錦織選手の話が出ましたが、はい、そのつながりで、はい、じゃあ私が結構ここ最近のオリンピックニュースで一番衝撃的だったのが、錦織選手がまるで宮本武蔵のようだというニュースを拝見しまして、はい、こう対戦中に、はい、まあ、ちょっとお手洗い休憩みたいな感じで一旦抜けたそうなんですよ、はいはいはい、で錦織選手より先に相手の外国人の方戻ってきたけど、はい、いつまで待っても錦織来ねえみたいになって、まあ、その選手は結構怒って、はい、この野郎ってなったそうなんですね、はい、でまあ15分ぐらいかなって書いてあったかな、ね、それぐらいで、まあ、ちょっと悠々と錦織選手は戻ってきて、はい、最終的にその試合に勝ったとい う、はい、う宮本武蔵、待たせますね。そう2時間待たせて和田と行くという、はい、岩流島の、ね、戦いで ね、 ねもうなんかそれを彷彿させるような戦いぶりだったと、はい、ニュースに書いてあって、はい、かっこいいなと思いました。なんか休憩時間に決まりはなかったんですかね。そういうことなんじゃないですか ね、 別にもし15分間あって15分14分
経ってから帰ってくることには別に、そうですね、まあ、相手チームはねもう両者揃えたら始めますよってだったら、うん、遅いなとはでもしょうがないかってなるかもしれないけど、うん、でもな多分そういうわけではなかったんだと思うでしょうね、おそらく15分長いですね。でもなんかやっぱ結構スポーツとかもそうだけど、はい、流れってあるじゃないですか、うん、まあ、例えばこういうね、うん、アスラジとかの中でも流れってどうしてもあるけど、うん、なんかスポーツとか相手に流れ持ってかれちゃうとね、うん、その流れを変える本当にそうなんです、何かがね、はい、ないといけないと思うから、多分そういうのがあったのかなって思いながら見てたんですけど、野球なんて雨で中断は本当に嫌ですからね。いやーきついですよね、うん、なんか特にピッチャーの人は、うんうん、もう一回肩作り直さなキャッチボールして、うんうん、体温め直さなきゃいけないとか本当嫌だとか、うん、言ってますね、うんうん、結構ねそういうの流れは本当大事なんでね、ね、流れをつかめって言いますけども、錦織選手はそう考えるとその辺すごいかもしれないですね。いやでもそれを、はい、こうまあ、考えればできることかもしれないけど、うん、それを堂々とそういう風な選択ができるって、うん、すごい強靭な精神がないとできないなと思ったんですよね、うんうん、またね98年ぶりのメダル、日本人、あ、そんなぶりなんだ、3位でしたよね、そう、メダルはもう何十年ぶりのことなんで、そうなんだ、もう歴史的なことなんで、本当おめでとうございます。いやそう、錦織選手は銅メダルを獲得してらっしゃいますので、はいはい、いやすごいですね、すごいですね、今回本当多いですよねメダル、今多いですね、なんかボン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 、うん、出ちゃって出ちゃって、うん、出ちゃってなんかあれこんな感じだったかなっていうのはね、私もちょっと思ってます、うん、もっとやっとメダルだみたいな、ようやく金メダルだって思ったのがいきなり取っちゃってるから、金メダルもう何個だっけみたいな、そういやでもいいことですよね。そうですね、本当日本が総なめしてくれたらいいな、はい、東京オリンピックが楽しみですね、楽しみですね、はい、4年後、はい、では次、はい、まあこれ残念な結果ですね、はい、日本女子、あ、ごめんなさい、バレーボールですね、はい、日本女子、女王アメリカにストレート負け、はい、16日準々決勝が行われ、前回、ロンドンオリンピック銅メダルで A 組4位の日本は B 組1位のアメリカと対戦し3対0でストレート負けをし敗退をいたしました。はい、負けてしまいました、残念です、ね、バレーちょっと注目してたんですが、バレーはねずっと注目されているものの一つでしたけど、そうですね、はい、どうでしょうね、4年後、木村沙織選手のあれが気になら、ね、うん、注目されてますけど、そうですね、はい、現役続行か、いやー続行してほしいな、なんかやっぱ木村沙織選手って私が子供の時からいるから、うん、そうですね、なんか変に愛着というかありますよね、若手の頃からずっと人気でしたからね、うん、でいつの間にかいつの間にかっていうのもあれですけどエースのキャプテンになってますからね、うん、東京オリンピックで見たいな、ね、見たいなっていうのもおかしいですけどね、日本の選手なんだからいやでもやっぱなんかこうね、はい、自分の国で日本人がこう戦ってる姿を見たいな、うん、と思いますよね。もう一度東洋の魔女、うんうんうん、再臨してほしいですね。そうですね、はい、じゃあ続いてバスケ、はい、こちらも女王アメリカに完敗です。64対110で、敗戦、4強入りはなりませんでしたとのことです。完敗ですね。完敗ですね。150点差。そっか。いやでもそこまで持ってったってことですからね。うん、前半は調子良かったみたいなんですよね。うんうんうん、後半からどんどん相手に押し込まれ押し込まれで、あれよあれよと。ちょっとバスケつながりで。はい。バスケって。はい。1点普通に入れたら、スリーポイントもあるけど、はい、普通に入れたら2点じゃないですか。はい。なんで2点か知ってます？なんで2点？そう、あれは、はい、まあ、本当かは分かんないけど私が聞いた話によると、
あの得点を入れた人に1ポイントと、はい、その得点を入れるためにつなげたパスをした人に1点、はい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 、だから2点入るって聞いたことがあります。へー、あ、じゃあアシスト点をプラスしてみたいな。そうで2点って聞きました。なんか心温まる話だなと思って。じゃあスリーポイントはアシストの1点と、まあ、遠くからよく入れたねみたいな、よく入れたねっていう2点なんじゃないですかね、かなっていう。そのスリーポイントは分からないけど、はい、あのなんで2ポイントかっていうのはそういう理由だって聞いたことがあって。知らなかった。いや素敵ですよね。なんかそうですね、うん、そういう理由付けがあるなら、うん、それは綺麗ですね。いやかっこいいなと思いました。じゃあ今度、あ、今すごい無茶ぶりしますね。え、テニスのなんで15から30、40ってなるのを調べてください。え、もう一回言ってもらっていいですか。え、テニスって点決めたら15ってなるじゃないですか。知らない。あれあれそうで15ってなってから次決めたら30ってなるんですよ。倍になっちゃう。そう、でも次は40なんですよ。あ、え、15上がって15上がって40になる。そう、10上がるって。なんで？なんでっていうのを、じゃあぜひ。知ってるんですか？知りません。それを見るたびになんでなんだろうなって思って見るのやめて、もう一回見るたびに、もう一回見るたびにいつも思うけど、なんでなんだろうなってなる。調べてきてください。あ、はい。次回にでもね。次回にでもね、やっぱオリンピックね。うん。もう錦織選手が上がる。オリンピックって17まで、はい、あれ何日まで、何日まででしたっけ。でも昨日で何日、今日で何日、7、8、9、10、11、12、13、14、まだ13日目。そうですね、13から今日で14、13、12。はい、まあちょっとあるんじゃないですか。まだ 200m の本番もあるんで。そうですよね、はい、そう、200m のことじゃ言っちゃいますね。来週は全部終わってからになりそうですね、はいはい。リオデジャネイロオリンピック12日目の16日、陸上男子 200m 予選が行われ、 100m に続く3連覇を狙う世界記録保持者のウサイン・ボルト選手が最後は流して20秒28で9組1位となり準決勝に進出した。流して1位、流して1位ってすごい悔しいですね。全体の1位は、20秒09のアンドレ・デラ・デグラッセ選手、カナダの選手。前回銀メダルのヨハン・ブレイク選手、ジャマイカの選手で、ジャスティン・ガトリン選手らも準決勝へ駒を進めた。ガトリン選手はアメリカの選手です、うんうん。日本勢の2度目のオリンピックとなった飯塚翔太選手は3組で20秒49の4着、うん、藤光健二選手は5組で20秒86の6着、高瀬圭選手はボルトと選手と同じ9組の6着となり、準決勝には進めませんでした、はい。いやー、流して1位ですか。流して1位悔しいですね。はい、すごいですね。余裕がありますね。もう見たときは興奮しましたね。いいな、見たんだ。3連覇ですよ。かっこいい。3連覇。流して1位ですからね。はい。そう、もう 100m もすごいですね。うん。なんだろう、小学生の頃の男の子、男の子と一緒です。小学生の男の子と一緒ですよ。足の速い子ってモテたじゃないですか。あ、運動神経のいい子とか、うんうんうん、それと同じですよね、うん、すげえ、もうすげえとしか思えない、うん、はえぇ、はえぇ、はえ、いや、チーターですよ彼は。はい、もう なんでしょうね、人を飛び越えてると思います。私はすげえとしか本当に思えなかったですもん。いや、いいな、見たいな。もう全然見れてないんですよ本当に。あら、ちょっとね、もう4年後、あー、もうね、テレビでの取材でもやってましたけど、4年後東京オリンピックであなたと会えるのは楽しみですってインタビューしてましたね。お、 NHK の方が。いい、それまだ分からないけどね、はははとは言ってましたけどかっこいい。もう見たいですね。見たい。4年後、楽しみ。4年後見たいですね。いや、でもリオもまだ終わってませんからね、はい、まずね、200m、
3連覇もまだ29歳ですからね。そうなんだ、はい、だからまだ33歳とか、まだまだ次の次らへんまで頑張れるかな、ね、いけると思うんですけど ね、いやかっこいいな、はい、期待してます、ね、ボルト選手、ね、ボルト選手日本人じゃないけどやっぱ、はい、ね、かっこいいです ね、やっぱすごい選手見たいですからね、オリンピックで。そうですね、はい、では続いていいですか。はい、シンクロナイズドスイミングのデュエット決勝が行われ、日本の乾・三井ペアは 188.0547 点で、北京オリンピック以来2大会ぶりに銅メダルを獲得、うん、前日15日決勝に持ち越すテクニカルルーティーンではライバルのウクライナに 0.0144 点差の4位だったが逆転しました。はい、乾と三井は、井村ヘッドコーチと抱き合い、普段は鬼のように厳しい井村コーチからよくやったね、おめでとうと祝福されました、うん、16日はなんと井村ヘッドコーチの66歳の誕生日。お、2人はオリンピックの日程の決まった、昨年からメダルをプレゼントすることを誓い合っていました。かっこいい、日本と中国で計15、うん、5個目のオリンピックをメダルを獲得した井村コーチも、決勝が誕生日なのは初めてと、うん、メダルのプレゼントは生涯初、忘れられない誕生日になったと鬼コーチの目にも光るものがありました。はい、もうかなりスパルタだって言いますよね。いますね。ね、もう本当に見てても厳しさっていうか、うん、ね、練習中の怖さはすごいですね。本当に怖い。普通の普段のでも笑ってる姿は普通の、うんうんうん、ね、人なんだろうなと思うと。いやでも愛ゆえのね、はい、その厳しさでしょうからね、うん、でなんか、まあ、なんだろう、まあ、未知の競技なんですけど、はい、私としてはそうですね、もう僕もそうですね、全く触れ合ったことのない競技なんですけど、はいはい、こう常にこう笑顔で、うん、あの水の中を、うん、もう白鳥のようじゃないですか、うん、水の水面下は、水面からね、出てきてすごいですよね、うん、であんな綺麗にね、なんか足とか揃えてあの動きですよ。いや水の中ですよ、水の中です。ただでさえダンスすら合わせるのって難しいのに、うん、水の中でダンス合わせてますからね、うん、まあもうね、これお誕生日プレゼント、メダルです。いやもうかっこいい、かっこいい、いや嬉しかったでしょう ね、 そうね、監督もね、はい、初めてって言いますからね、ね、結果残しちゃう選手たちもかっこいいですね、うん、いやどっちもかっこいいですね、いや羨ましいなメダル誕生日プレゼント欲しいですね、欲しいですね、誰のもらおういや野球11月やってないからな11月何やってるかな。スキーじゃないですか。スキーか。スキーですよ。スキーの冬のだからウィンタースポーツ、スケートですよ、スケート。おお、スケート、真央ちゃん、真央ちゃん、あ、真央ちゃん、真央ちゃん、真央ちゃん、はい、もらえるんですか。知り合いですか。全くすいませんでしたあのテレビ画面上でもらいたいと思います。あこれは日本全国の応援してくださる皆さんのためですって言ってくれたら僕らのものにもなりますね。そうですねそうですね、そう言ってもらえるように一生懸命応援しよう、はい、応援しましょう、はい、はい、というわけでなかなかいい時間に、そうですね、なっちゃいましたね、なってしまいました。はい、あと何か、あ、じゃあ最後ちょっと長いかもしれないですけど、はい、体操、はい、17日に平行棒の決勝が行われ、はい、オレグ・ベルニャエフ選手が 16.04 で金メダルに輝きました、はい、内村選手を擁護する発言なので話題にもなったベルニャエフ選手、うんうんうん、日本からも祝福の声が上がりました、ベルニャエフ選手の母国ウクライナでは体操競技の支援は少なく、器具は壊れ、床を修理するお金もないという厳しい環境で練習を積んできました。そんな中、こんなにも負けずウクライナに初の金をもたらしました。すごい、金メダルを取ることは夢でした。昨日は眠れなくて、うん、今日の競技が心配だったけど今は安心してますと、う
はい、もうに日本からも祝福の声が、いやなんかね、はい、内村選手が無駄な質問だと、そうそうそう、はい、質問、うん、あれですよね、審査員に気に入られてるから、はい、いるからじゃないのかっていう声で、それに対してね、うん、もう彼は本当にすごいと思うっていう、はい、SNS ではもうベルニアイフ君おめでとう、金取ってよかったななど、すごいもう SNS でバン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 投稿されたそうです。人徳ですね、はい、それは。日本人の心も掴んだベルニアイフ選手、かっこいい、内村選手からその才能を高く評価されており、うん、4年後の東京オリンピックでも活躍が楽しみです。対決が楽しみですね、はい、平行棒ですね、平行棒、平行棒で金メダル、素晴らしい、はい、いや初の、おめでとうございます。そうですね、ウクライナでは初ということで、うん、またね活躍とかっこいいコメントに、そうですね、はい、あれは結構感動しましたね、いやスポーツマンシップってこういうものなんだなって、なんかそれに対して、うん、いやそうだよなあいつはなみたいなんじゃなくて、こう、うん、擁護するっていうのが、内村選手も照れ笑いしましたね、ね隣でね、もうね流行語ですよ僕の中で今、流行語、無駄な質問だ私もそういうこと言われないように気をつけます、うん、いきなり無駄な質問だとか言われたらちょっと立ち直れないかもしれない、こうねこうこうこう、ね、無駄な質問だかっこいいかっこよかったな、かっこよかったな、ベルニアイフ選手、最後にちょっとあまりよろしくないニュースを、はい、と思ったんですけど、はい、ちょっとプールの水が、はい、変色っていうのがあって、水すべて、うん、入れ替えっていうのがありましたけどね、はい、ちょっと結構目にしみるとかいろいろなんかこうクレームがあったから、その選手がすごい心配だなと思って、一歩間違えたら目なんて失明ですからね、いや本当に危ない、ね、液体とかは、うん、危ない危ない、いやなんか特にそれ以降 うん、それでこう体調被害とかのニュースがないからよかったとは思ったんですけど、泳ぐとなれば口の中にも入ってね、うん、変な液体だったら体調ね、から本当に命の危険にね、可能性もありますからね、はい、まあでも特に大事に至らずに入れ替えできてね、うん、よかったですけど、でもやっぱりあれだけ大規模な、まあ、祭典ですからね、うん、だからやっぱどの国がとかじゃなくて、うん、いつでも起こりうることだと思うから、東京オリンピックとかは ね、 東京オリンピックでもね、そういうことがないように、はい、そういうことだけはもう今ちょっとごたごたしますけど、ないようにね、うんうん、あとはロシアの選手、うん、唯一の参加、ごめんなさい名前が今思い出せない、クミリア選手が敗退をしてしまったと。そうだったんだ、ちょっとねロシアではごたごたしていましたけど、唯一の参加していた選手が敗退してしまった、敗退と。そうなんだ、あクリシナ選手でした、クリシナ選手、みんなで来たかったと、はい、棒高跳びかな、の選手が、そうなんだ、はい、負けて、あ、幅跳びの選手でした、すみません幅跳びのクリシナ、はい、美人すぎる幅跳び選手、ロシアのクリシナ、ロシア人が決勝進出もただ一人のロシア選手としてここにいるのは本当に辛いと、うんうん、おっしゃっておりました。そうですね、うん、今ちょっと、はい、テニスの、15、30、40となるのはっていうので、テニスの点数のお話ですね、はい、昔の人はコートの横に時計を持ち出してそれで得点を表していました。おう、 60分を4分割して15、30、45、60と4ポイント取ると得点掲示板に1と記録したのです。でも今は15、30、40ゲームとなっています。なぜかというと英語が得意なイギリスの人も、45はちょっと言いづらいようで40と呼ぶようになってしまったからです。理由そういうことなんだ、45は言いづらいから40でいいそんな理由なのみたいですよ、予想外でした。45は言いづらいようです。45、はい、おだそうです。意外となんかそういうスポーツの歴史とか面白いですよね。面白いです ね、 ね、野球もそうなんですよ、ストライクゾーン最初バッターが決めてたんですよ、うん、え、そうなんですか、はい、マウンドもなかったし、俺がここ打ちたいんだからお前ここに投げろやが理由そこに投げてないからダメだボール、それやばくないですか
まあちゃんとそれでまあフォアボールとかなかったので、うんうんうん、ちゃんと打って打つか打たないかだけの簡単な競技だったので、そうだったんだ。そっからピッチャー陣も抑えるためにはどうしたらいいんだろうとか、うん、そういうルールにしてくれないかってことでマウンドができてプレートができて上から投げるようにもなってっていうのが、うん、いろいろそれで変化していって、はい、今の完成形になったんですね、はい、いろいろね競技はの歴史って ね, ねすごいですよね。思い返すと結構面白いところもあります、はい、さ あそんなこんなでエンディングとなりました、はい、今日はいかがでしたか。面白かったですね。面白かった。オリンピックいろいろ話できて ねオリンピック本当盛り上がってますね、はい、またね、まあまあまあもうちょっと続きますから、もうちょっとねあるから、はい、みんなで残りね応援していきたいですね、うん、あと何個取れるかねえ。いやまあ来週にはその全結果をね、うん、まとめてご報告ができるかと思うので、ここにバーンとできたらいいです。ババーンとねできたらいいです ねはい、はい、どうでした今日は。いや楽しかったです、はい、やっぱスポーツね私本当に疎いんですけど、うん、ちょっとずつこう前より知識がこう広がっていくのが楽しいです、うん、とても。ぜひこれから野球もシーズン、はい、ピークになってますね。野球はまあもちろんウグイス場のこともあるのでね、はい、勉強していきます。いきましょう。はい、告知はいかがですか。告知どうぞ。よしですか。はい、はい、毎度なんですけれども、私株式会社レゾラムという会社をまあ、立ち上げておりまして、じゃあプレイヤーとしても活動しているんですけれども、そこで女の子プレイヤーとして活動する女の子と動画編集などできるクリエイターの、もちろん男性も大丈夫なんですけど、クリエイターの方を募集しております。よかったらぜひレゾラムとカタカナで検索していただければ一番上にホームページ出ますので、よかったらそちらのお問い合わせフォームからご覧ください。そして私栗原志保しーちゃんの個人的なブログ、ツイッター、インスタグラム、 YouTube、Facebook すべてしーちゃんのゆるゆるで検索していただくと出ますので、よかったらぜひご覧ください。 YouTube もねまた新しい動画も今ちょっとこっちこの間アップしたので、よかったらしーちゃんのゆるで検索して、ついでにポチッとチャンネル登録お願いします。そしてあとたくさんあってすみません、9月の6日火曜日25時、深夜の25時から25時30分放送の地上波3チャンネル千葉テレビの、ドリームセブンという番組の中で、ドラマに出演しております。その日放送されるホラー系の番組、あのドラマなんですけども、そこに出てるので、よかったらぜひご覧ください。9月の6日、もうちょっと先ですけど25時25時から25時30分です。はい、はい、録画しましょう。はい、まあ見ましょう見ましょうありがとうございます。はい、はい、じゃあまた来週ですか。はい、皆さんと次回お会いするのはまた来週となります。はい、8月の21日、はい、な21日にこの番組でまたお会いいたしましょう。お送りしたのは番組パーソナリティのしーちゃんこと栗原志保とアシスタントのゆきこと石川幸寛でした。この番組は加藤電機グループ、ステップ系スポーツ株式会社、宮坂紀章トレジャートレーディング株式会社、時報堂エージェント、トトロ整骨院、真剣野球塾、ホーリーブランカ、稲雨スポーツアロマ、日本野球指導者協会の提供でお送りしました。ではまた来週です。来週です。